皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。私は先日四国香川県坂出市の坂出市民美術館でフィルターセミナーを行いました。はい、健康ときなの田原でございます。今日は PL フィルターと ND フィルターと、まあ、フィルターのお話をですねしようかなと思ってます。このフィルターセミナーは藤村大輔先生の写真展アースグロー展のイベントの一環として行われたものなんですが、藤村大輔先生の写真展は今月8月26日まで堺で市民美術館で引き続き開催中ですので、お近くの方ぜひご覧いただきたいと思います。そしてその現場では私 PL フィルターの使いこなしテクニックやスリックのマスター3三脚、この三脚の使い方といったお話もさせていただいたんですが、堺で撮った写真皆さんにお見せすることできませんでした。と言いますのも、講演をした後に瀬戸大橋の観光やうどんを食べに行くツアーというのをやりましたもんですから、その後撮った写真を今日はご覧いただきながら PL フィルターの使いこなしについて確認していきたいと思います。はい、まず瀬戸大橋の写真をご覧いただきましょう。はい、この写真は瀬戸大橋に対して見晴らしのいい山の山頂にある展望台から撮ったものなんですが、PL フィルターを使わず保護フィルターだけレンズにつけた状態で撮影したのがこの写真ですね。そして保護フィルターを PL フィルター、具体的にはこのゼクロスの CPL というのを使ったわけですが、このフィルターと交換して、そして青空が青くなる位置にフィルターを回転させて撮影したものをご覧いただきましょう。まあ、このように色のメリハリがつきますね。空の遠くの青いところがより青く出るということと、手前の緑がより鮮やかに出るということで色のメリハリがつきます。風景写真で特に青空の時見栄えがよく撮影するには PL フィルター、必須のフィルターです。そしてもう一つはうどんの有名なお店で、うどんをテーブルの上に置いて撮影したものなんですが、こういった時も PL フィルターをうまく活用するとテーブルの表面の反射を消してうどんを引き立たせて見せることができます。例えばこういった写真ですね。ただこの場合は、偶然にもこのテーブルの反射が取れる位置とうどんのツヤが出る位置が一致しているために、反射を消すとうどんのツヤが消えるということになってしまいました。そこでこの反射が消えた位置から90度回して、90度 PL フィルターを回して撮影したもの、またご覧いただきましょう。こういった具合でうどんのツヤがより出て美味しそうに見えるといった効果も期待できます。PL フィルターケースバイケースですね。角度を変えて撮ってやることで反射の見せ方、ツヤの見せ方を変えることができます。ぜひご活用ください。そして、次回の告知なんですが、9月の、初旬、9月の8日ですね、9月の8日に名古屋市の吹上ホールで、PL フィルターと ND フィルターの講演会、名古屋デジカメフェアで行います。朝の講演になりますので、朝早くお出かけになるのはちょっと大変かもしれませんけど、ぜひおいでください。そしてこの日の午後、レンズベビーの体験会行います。レンズベビー体験会は10名様限定ということで、ちょっと人数少なめなんですが、こちらもご参加いただければと思います。そして、東京近辺の方の告知なんですが、田原栄一写真教室というのを最近始めました。初心者向けの教室ということでスタートしましたけども、私と直接、お話ししながら写真の勉強をしたいという方、ぜひおいでいただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。